仕事は、まあ、もちろん、なんだろう、無責任ってわけじゃないんですけど、やる、ちゃんとその与えられた仕事は責任持ってやるんですけど、なんかね、あんま固く考えないようにしてるんですよね。いいね。いいよ。それこそもう、もっと言うと職業もなんかも、俳優という職業の人ですとは思ってなくて、芝居とか好きだからやるけど。すごく似てるでしょ、スタッフさん。はい、似てます。俳優、歌手とかさ、別になんかその、わざわざ一個じゃなくて、なくてもよくねみたいな、うん。なんか職業に分けると、なんかこう、気持ち的にもだけど、あと、受け手側も、なんかね、スムーズじゃなくなると思うんですよね。なんか、俳優なのに監督するんですかとか、俳優なのに本書くんですかとか、俳優なのにグラス作るんですかとか、いや別に、俳優って言えば、表現の形は違えど、いろんな形の表現がしてみたいだけっていう感じ。あ、でも、あれなんですか、一番最初に言って、いろんなものを表現したいっていうことが根底なんでしょうね、きっと。それに、そうなんだよ、それにぴったしな職業名がないんだよ、俺ら今。うん、まあいいんじゃない、だから職業あの、うん、表現で、それもしかもさ、なんか、まあ、好みも結構あるわけじゃん、やっぱり。でも、まあ、好みだから関係ないんだな、まあ、自分でやりたいと思ったことを表現したいと思うのを思ったことを表現する人っていう、まあ、まあそういった意味ではアーティストだよね。やっぱり、まあそうだね、アーティストって歌手だけじゃないじゃん、うんうん、まあ書く人もいるしね、書く人もいるし、日本語だと何になるんだろうね、表現者みたいなことなの、表現者、うん、でもだからやっぱなんかアーティストなんだけど、高いけど、まあね、そうね、別にアクターかミュージシャンかとかデザイナーかとかっていうよりは、そうだね、何か表現する、作ったりすることが一人でもみんなでやってるでも、それが好き、うん、それがしかも作るだけじゃなくて表現のいいところって、表現したものを絶対誰かに届いたときに、それがいい悪いもあったり、好きか嫌いかもあったりするけど、何かそのここで終わりじゃないか、それがどんな形であれ人に届いて、それが良くても悪くても、このアクションが一個起きる、ただここがやったことなの、ここでも起きるっていうのがなんかすごいいいなと思うし、素敵なことだなと思うんですよね。アクションを起こした時のリアクションとかでね、うん、怒ってくるし、いやーだってね、それこそチュクチュクしたいの時なんかね、やっぱりうちの周りの大人たちは結構みんなえってなってて、そうだよね、絶対そうだもん、なんで赤西さんと歌をよりによってやるんですか、お住まいじゃないんですかいなかったよね、そんなね、俺らがやろうって言った時、そういう俳優の中でも、俳優ってまた言っちゃうけど、その芝居中心に、やってる人たちの中で歌を前面にこうやるとか、まあ昔の人たちって逆にやってたのも昭和のスターとか、ああまあそうね、そうね、アイドルとかもそうだし、なんかあんまそこの垣根なかった気がするけどね、アイドルもやるし、お芝居もするし、ね、お芝居やってる人が曲も出すしとか、お店やったりだとか、なんかもうちょっとそう、昔の方が普通にやりたいことみんなやってたんじゃないかなって気はするけど、俺らがたまたまその時代の流れであんまそういうことをやる人がいないときにやったから、うん、そうね、ちょっと異端な空気が出てたのかな、そうだよね、まあそれもエッセンスとして良かったよね一個例えば僕だったらもう本当に俳優だけお芝居だけずっとやり続けるって、それはそれでまあ職人としていいんだろうけど、その人たちの気持ちしか分かんない、まあ僕らまたちょっと特殊な役っていうものに入っていくけど、なんかでもそれを監督やってみた、プロデューサーやってみたとか、歌を歌ってみたとか、
物作ってみたっていうと、そこでの苦しみと喜びと、なんかそこでしか会えないものに出会えて、感情も含めて、なんかもっともっと人のことを知っていけるわけですよね、一個ずつ。まあ、それはすごく大事なことだと俺は思っていて、なんかいろいろ経験した方がいい、それは仕事だけじゃなくても。またでもそのね、俳優やった時のアプローチの仕方もちょっと変わってくるでしょうし。うん、それはあると思いますね。引き出しも増えるしね。うん。なんか知らないことを、いや知らない、興味ないっていうのは簡単なんだけど、それはすごい、まあ、人に対して冷たいかどうかではなくて、なんか、自分がもっと可能性をみんなあるのに、なんか否定ばっかりしちゃってると、すごいもったいないなと思うんですよね。なんか、何よりやっぱり肯定していくことで、どんどん自分の視野が広まっていくと思うから。本当そう、本当それ、うん。みんなやらないからね。まあ、それもでもね、やっぱりこのネットで、今 SNS っていうものがあって、人の意見ってない、常に昔からあったものだけど、それが、こっちが発信した時に、発信した側に戻ってきやすくなったじゃん。だから、なんかその否定的な意見とかを怖がるっていうのもわかるんだけど、でも、ね、それでくじかれるんだったら、でもくじかれるって多分それぐらいの、そんなもんの覚悟だと思う。どうしても、ね、やんなきゃとかやりたいっていう気持ちが、強い気持ちがあったら、何言われようとやっぱり頑張って、下手なのはそれは下手だよね、最初だから。でもとにかく頑張って、それは努力もそうだし、時間をかけることもそうだし、いろんなことを学ぶっていう、そうやって否定的な意見もちゃんと聞くっていうことで、どん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 その、それをより面白くいいものを作れるようになっていくわけだから、やらないうちは何も結局できなくて、人のことも肯定できないと思うんだよ。いや、もう行動したらだってもうその時点で勝ちだもんね。いわゆるもう成功というか、なんだろうな、うん、もうその何かをやりたくてやり始めた、でやり始めた瞬間もう勝ちじゃんっていうか、なん勝ちというか、まあ、分かるよ、まあ、その恐れてる、まず己に勝つところからだよね。で、あともう成功のその軸がさ、どこを成功なの、うん、まあ、まず始めた時点で、やった時点でまず成功だよね。そう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 、みんなこの最後の最後のこう成功としか呼んでない、うんうん、けどいろいろこうあるのに、あとなんかスパンもさ、今回これをやったのが10年後に生きてくるかもしれないよ、うんうん、その時は成功なのかもしれないし、うん、確認したい。あとなんかね、その見てるところがみんな遠すぎるんだよね。そこにいきなりテレポートできるんだったらいいけど、そんなことってありえないから、やっぱり物事にはこう順を追ってそこの目的地にまでたどり着くわけだから。で、それで俺はそのいつもこの AB を昔から言ってんだけど、例えば今自分がここに立っていて、自分の目標とする地点があるじゃん、あったとして、そこにまずこの一歩踏み出すのがほとんど 99% の人はやっぱできない、怖いから。でも踏み出したらさ、もうスタートしたわけじゃん。で、この一歩まず踏み出した時点で、これが、こっちが 100% 成功で、こっちが 0% だったとする。まあ、例えば100人ここにいたら、100人中100人がやってよかったねっていうのがこっち、こっちルートで、こっち0。でも例えば最初にこの何ていうのかな、10のところに着地したら、この段階では10人はやってよかったっつけど、90人はやんない方がよかったって言われた。でも次10に着いたということは、次は経験がここであるから、学びがあるから、10以下に絶対着地しないのよ、次の2歩目が。ってことはこれが11なのか、もしかしたら20に行くのか、これを何歩かかるかなのよ、ここに着くまで。で、これが結果的にでも絶対に最初の着地が低かったとしても、ずっと数値は上がっていくから、最終的に絶対つける。だからやっぱり動き出してやり続ける。
まあ、継続されるっていうこと、その上で学んで必要なことを人と話して助けてもらって助けてっていうことをやってれば絶対にたどり着くから、でもやらないことには意味がない。で、例えばこの銃についた時にどんな非難を受けるのか、自分はどんなショックを受けてしまうんだろうかって、ここから見てるから意味がない。ここに立ってみないとその本当の苦しみとか何が起きるかわからない。だからやっぱり双眼鏡で見てる、ね、そうそうそう、こうやって見て、そこに行かないとそこからの視点は見えないから。それはわかるな。そう、うん、まあ根本としてやっぱりあのはいつ死ぬかわかんないっていうことが俺はあって、あのこれは18歳だ、20年前から思ってたけど、明日死ぬかもしんないよなって思ってて、で死ぬことに対して全く俺はネガティブがないんだよね。それは多分こうやってもう常に歩いてきたからっていうのもあると思う。もうここちょっと やりたいけどやめようってほぼないから俺は。それもあって別に明日死んでも全然問題ない。明日俳優終わりですって言われても、あ、もう十分楽しめました、私。すごいね。だからそうすると、なんか楽になるんだよね。うん。その仕事に対してのスタンスというか。仕事だけじゃなくても、生きること、死ぬこと、全部。ネガティブがない、一個も。それはすごくいいね。まあでもそういう意味で言ったら、そうかな。俺はなんか やりたいことがたくさんありすぎて死にたくはない、うん、ただただそのいわゆる明日この仕事終わりですって言ったら、あ、十分楽しめましたっていう感情はわかる、うん、俺もなんか自分なりにいろいろやりたいことをやり続けて何があってもこう進んできたからさ、うん、本能のままにワクワクコンパスにこう、うん、胸がこう鳴る方にこう進んで、ね、楽しんできたから後悔はないかな。なんかね、やっぱそのなんだろう、いかにこのネガティブにとってしまうことをポジティブに変換するかで、じゃあ俺はやっぱ好きだから芝居をずっとやり続けてきたし、これからもまあやっていきたいなって気持ちあるけど、何かがあってできないって言われたら、じゃあこんなに楽しかったことはもうできないと、じゃあこれぐらい他にどんな楽しいことあるか、だってめちゃくちゃ無限にあるじゃん絶対に。だからそこになんか悲観しないんだよね。あ、じゃあ次ちょっとまた俳優芝居をやるっていうことぐらいワクワクできることを本腰入れて探すきっかけになるじゃん。似てるね。本当に、いや、いや、まだこれ発表してないというか、あれなんだけど、見つけたわけよ。おお、マジか。いや、別にその、やめるわけじゃないよ、この、やりながら、ちょっと、まあ、挑戦じゃない、まあ、挑戦だけど、ちょっとこう、今までいたとこから一歩出てみて、本気でやるっていう。いいね。これを見つけて、もちろんその両方やるけど、うん、うん、ちゃんと、まあ、全く違うから両立できるっていう。うん、感じかな。楽しみだな。エンターテイナーだね。ワクワクさせてくれるね。まあなんかすごいすごい。いいお話が聞けました。ありがとうございます。まあ結局はでもなんか楽しんでやり続けるっていうのが何でも大事だなと思いました。すごく2人の話、あとでもあと本当に人と話すってことはすごく大事だと思う、うん、どんな人でも、うん、あと意見交換とかさ、やっぱ高之と話してて、あ、なるほどなと思って影響を受けたこともたくさんあるし、なんか本当に初めてだねこんな。ということでですね、ジン君も一回失敗した香水にめげずにティーボトルを作ったことによっていろんな人が喜んでくれたのはすごい良かったんじゃないかと。とても良かったと思います、はい、あの香水を作ってなかったらやってないの。
ああ、いいね。ちゃんとその失敗というか経験を、失敗じゃないね、経験したことをも学びとして次のステップ行ったんだね。だからあれだよ、さっきの言ったじゃん俺 AB の話、あれで言うとあなたの香水はもう1に着地したんだね。もう1以下かもしれないねよくグーってきたね。もうそれはでも、あのもうそれこそまあ仲間というか周りの人に助けられて、でちゃんとしたものが作れたので、それは良かったと思ってます。まあジンと したい、そういうことを一緒にしたいっていうのもあるし、まあ信じてくれてるんだよねみんながね。それは嬉しいっすね。だからやっぱこうやってできるわけだよね。ということで、このティーボトル本当にいいので試してない方はぜひこの機会に試してみてください。こんな真面目な話をしてたおじさんは今ずっと紅茶のいい香りをしてますよ。ピカさん、この間美容師さんに髪褒められました、息子たちも絶賛で家族で使ってると。いや、それはもう嬉しいですね。あざす。もう匂いに関してはリベンジだったので、まあ、僕だけの力じゃないんですけども、気に入っていただいてすごく嬉しいです。ジン君のシャンプー&コンディショナーを使い出してから朝が超楽。毎朝ドライヤーでうねりを伸ばしていたのが不要に。嘘、それすごくない？髪質なんて一生変わらんと思ってたのに、シャンプー一つでこんなに変わるなんて感謝。つるすべ、雨の日もサラサラ、香りも好き、もう手放せません。いや、もうこれはもう嬉しいですね。ユンさん、おー、なんかでもすごい病院で褒められましたみたいなのが多いね。めっちゃ気に入ってるよ、家族全員で絶賛してるよ、質も香りもとっても好き、微妙にトリートメントの減りが早いから詰め替え用とこの香りのボディーソープとかも欲しいな。この香りのボディーソープ、この香りのボディーソープはね、どうなんだろうな。ボディーソープ考えますけど、まあ嬉しいですね、やっぱり。ありがとうございます。なんか高評価ばっかりで皆さんリピートしていただいてるみたいなんですけど、そんな無くな理想な人にめちゃくちゃお得なお知らせなんですけれども、はいはい、ジンクの手元にも、届いていると思うんですけども、ティーボトル買った方にですね、ジンクのオリジナル缶バッジ型手鏡っていうノベリティを作りまして、これを、プレゼントさせていただきたいんですけども、単品セット購入の方は、この2種類のデザインの中からランダムで1つを送付させていただきます。とまとめ買いですね、お得セットの購入の方は、両方ともプレゼントさせていただこうと思っております。でこれなんとですね、2セット購入するとですね、1セットついてくるっていう、全部で3セットで2セット分の料金で今買えるという感じになってるので、いいじゃないですか。買っていただいて使い倒していただくのにもってこいのセットになってます。めちゃめちゃ楽じゃないですか。はい、なんで皆さんこの機会にぜひ、はい、ノベリティもゲットできる機会ですので、ぜひまとめ買いしていただけると。はい、あの僕も4セットぐらい送っていただいてもいいですか。はい、わかりました。送ります。なんで皆さん、ぜひこの機会にご購入していただけるといいと思います、はい。よろしくお願いします。引き続き、ティーボトルをよろしくお願いします。